皆さんこんにちは、ハイテンション外人のハイガイです。ということで皆さん、えらこっちゃえらこっちゃよい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 、えらやっちゃえらやっちゃボン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 、えらこっちゃえらこっちゃよい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 。ということで皆さん、今回はね、ゲームのニュースというよりもゲームのプロモーション動画のことに関してのニュースでございます。数日前、12月3日か4日か、日本時間とアメリカ時間がねちょっと分かんない状態になってるんですけども、それあたりにあのプレイステーションの公式、プレイステーションジャパンですねの公式チャンネルにて、今回のね、最近のプレイステーション4のラインナップを紹介するミュージックビデオがアップロードされました。こちらの動画は、井上陽水さんの夢の中へを、田中さんという、作曲家が、アレンジした音楽で、オリジナルアニメーションを織り交ぜながらいろんな、PS4 のウィンターラインナップをゲームを、ね、紹介していくという動画になっております。もうね、この動画を見ると曲の、ね、アレンジもとてつもなくいいですし、アニメーションの方を、ね、パッて見るとすごい独特なスタイルな感じですけれども、めちゃくちゃ生き生きした躍動感あふれる、アニメーションを、ね、織り交ぜながらいろんなゲームが紹介されていっております。そして歌詞とかもね、結構そのゲームに合ったような感じの歌詞を織り交ぜながらの曲なんで、結構ね、曲聴いてると鳥肌立つぐらいのね、とてもいい出来ではありました。なんですが、こちらアニメーションの方にね、なんとパクリ疑惑が浮上してきました。早速、こちらね、アニメーションの方をねパッパッパッパーってちょっと紹介していきますけれども、すごいいい感じのアニメーションになっております。ですが、こちらのアニメーションの部分のところが、12月4日ぐらいにツイッターで他のアニメーション作品や、アニメーション監督の作品、さらに、アニメーション学院に通っている生徒のプロジェクトなどのアニメーションと類似する部分がめちゃくちゃ出てきたのを比べたツイッターのツイートが浮上されてきたんですよね、12月4日あたりですね。そして、まあ、こちらの、方をね早速見てみましょう。はい、ということでね、こちら見ていただくと、やっぱりね、素人目でも分かるように、やっぱスタイルは、絵のスタイルは違いますけれども、アクション動く部分とか全てが結構そのもうトレースしてるんじゃねえかっていうぐらい、もうアニメーションがめちゃくちゃ類似してるところがいっぱいあるんですよ。しかもいろんな作品からのアニメーションをこの切り張りした感じになっております。はい、で、現在問題のこのミュージックビデオの方は、プレイステーションの公式チャンネルからはもうすでに見られない状態になっておりますが、もうすでに誰かが、天才でアップロードしているので、こちらの動画を確認することはできます。で、皆さんここら辺でちょっと思うところが、おいソニーなんでパクってるんだよって思うかもしれません。僕はね、全然これね、ソニーさんの間違いではないって思うんですよね。まあ確実、まあって思うっていうか、結構ソニーさんの間違いではないんじゃねえかっていうのは 80% ぐらいは確証してるんですよ。なんでかというと、こちらの記事はね、こちらの記事も取り下げられてしまってるんですけども、こちらの記事、このアニメーションプロモーションビデオ、ミュージックビデオかなが、どうやって作成されたかを、まあ、ちょっと説明された記事があるんですけども、こちらのアニメーションの方はケビン・バオさんに、直接依頼して作成してもらった、合同プロジェクトになっているとなっております。そしてこちらのケビン・バオさんが、まあ、こちらのアニメーションをもうほとんど担当させていただいたということなんですけども、こちらのケビン・バオさん、がソニーさんから依頼を受けて作ったアニメーションを、まあ、提出したわけですよ。で、皆さん思うには、じゃあソニーさんの仕事は確実にこのアニメーションがオリジナル作品であるかっていうのを確認しなくてはいけない。まあ確かに確認しなくてはいけないんですけれども、このアニメーションがどのアニメから撮ってあるかって確認するのってやっぱりね、難しいと思うんですよ。特に僕ら的にはもうこの比較動画が出てきたからこそ、素人目でも分かるように、これかパクってるやんって思うんですけども、そういったアニメーションにめちゃくちゃ精通してないと、すぐにこちらがアニメーションがそのパクられたというか、まあ、トレースされたって思わないじゃないですか。で、特にさらに、こういった仕事ってやっぱ信用問題なんですよ。で、ケビン・バオさんって実は結構この業界で、まあ、有名どころのアニメーターで、昔ディズニーさんとも仕事してましたし、アニメーションの賞も受賞したことあるアニメーターなんですよ。そうやって、やっぱりその
本当にこのアニメーターはちゃんとしたオリジナル作品を作るかっていう確認っていうのはやっぱりあの本当に特殊の分野の人じゃないとあのできないわけですよ。だからこそこういったアニメーターにアニメーションを依頼してくれって、まあこういう風に依頼するっていうのがあるわけじゃないですか。絵描けないから絵描く人に依頼するとかそういう感じで、なんでその要文でソニーさんも依頼したわけですよ。あ、これぐらいね、ディズニーとも仕事したことあるアニメーターだからこそ信用はあるはずで、そのみんなのね、その人気ぶりを信用して依頼したら、まさかパクリ、いろんなアニメ作品からパクった切り張りしたような感覚のアニメーション作品を提出するとは思わなかったっていうところなんですよ。はい、なんでここら辺は僕は個人的にはね、ソニーさんも結構な被害者だと思っております。そして肝心のケビン・バオさんなんですけれども、こちらの、まあ、このパクリ疑惑がね出てきたところから、他の人たちがねどんどんケビン・バオさんの作品を他にもパクリがあるんじゃないかって調べたところあったんですよ。これら画像でツイッターでツイートされてるんですけれども、明らかにすごい類似しているアニメーション作品がケビン・バオさんの作品がいっぱい出てきてるんですよね。ケビン・バオさんはカナダの、アニメーターなんですけれども、これで、どういう問題になるかっていうと、今肝心のケビン・バオさんはもう SNS から完全に沈黙状態なんですよね。もう離れた状態で沈黙を保ってる状態なんで、どういったことなのかわからないんですが、ケビン・バオさんと仕事したことあるイヤリンアニメーションさんからはもうすでに声明が出て、2017年までは、1年間ぐらい仕事を一緒にしてたんですが、2017年以降は一切もうケビン・バオさんとは、関わりはないので、この件のことに関しては私たちは知りませんっていう声明も出しておりますし、コネクションっていうウェブサイトがあるんですけど、こちらのコネクションっていうのはアーティストやアニメーターなどをその依頼主さん、会社とかそういう人たちとつなげるウェブサイトがあるんですけど、こちらはケビン・バオさんの、ページはあったんですけれども、こちら現在、ケビン・バオさんの、ページはもうすでに削除されている状態でございます、コネクションから。で、なんで僕さらにソニーさんがかわいそうかって思うのが、こちらクリスマスがもう少しじゃないですか。ここでもうみんな親とかいろんな人たちがゲームを買う時期なんですよ。だからこそのこちらのラインナッププッシュですよね。このプロモーション動画をそもそもそれに合わせたためのプロモーション動画のはずなんですよ。で、さらにゲームアワードが来週出てくる。こちらのゲームアワード、Twitch さんからね、配信して OK って出てきたので、リアクション配信を Twitch でやる予定なんですけれども、でもこちらのゲームアワードも出てきます。ここで受賞した作品とかも特にさらに売れていくと思うんで、そのプロモーションも合わせたこのプロモ動画を作ったわけなんですよ。で、他にもその田中さんとか、他にもこちらのプロジェクトにね、このプロモーション動画を作るためのプロジェクトに携わった人たちに多く迷惑かかってるわけなんですよ。もう今多分ソニー側ではやばい、俺たちのプロモーション動画の計画、プロモーションつけてからどん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 クリスマスへのセールを作るはずだったのに、ここから大ゴケですから、いきなりまたプロジェクトみんなに引き直して頑張って、どうやってプロモーションしようかってすごい大慌てな状況だと思うんですよ。本当にソニーさん側的にもめちゃくちゃ被害がでかいと思います。他にもそのパクられたアニメーターの人たちも被害者でございます。結構こういった感じで本当にすごいかわいそうな状況です。僕はね、プレイステーションはね、いろいろな動画見てきた中で分かるように好きなんですよね。子供の頃からプレイステーション遊んでおりますから。なのでこちらの方頑張ってほしいなと思っております。本当に最近不運じゃないですか。これのこともありますし、まあ僕も動画で取り上げましたけど、そのプレイステーション5のねリーク、まあすごいビッグなリークではありませんが、ちょっとリーク問題とかちょこちょこ出てきてるので、開発キットがリークされるのはそこまですごい大変な問題ではないとは思うんですけれども、ねバイオハザードのリークとかも出てきておりますんで、ちょっと結構今すごいソニーさん側ではゴタゴタしてるんじゃないかなって思ってて、なんか申し訳ないです。はい、ということで皆さんどうですか、こちらの動画。
どう思います？やっぱりね、特にこうやってアニメーションイラストをパクる人たちもいるとは思うんですけども、アニメーションをパクる人たちっていうのも結構いるんですよね。で、今回はこの事件はすごい大事になったので、パクられたアニメーターさんたちが、この人がパクられた、この人がパクられたって話題になって、まあ、そのアニメーターにもまあちょっと話題が、いい意味でね、すごいアニメーション作りましたねって感じでいい意味で集まってると思うんですけども、結構多くツイッターとかでこのアニメーションパクられてるっていうのはなかなかね、主張しても届かないっていう場合が多いので、こうやった作品をね、イラストレーターやアニメーターの作品をどうやって、なんだろう、著作権的に守れるのかなっていうところはね、また考えどころの一つではなとは思います。皆さんどう思います？この状況、やっぱりすげえ大変だなとは思いますけれども、ぜひコメントで教えてください。はい、ということで今回はこちらの方は動画は終了させていただきます。今日もね、わざわざみんな見に来てくれてありがとうございます。あとちょっとで5000、本当にね、3月からめちゃくちゃ動画を上げ始めましたけど、こんなに伸びるとは思ってなかったので、皆さん本当に、ありがとうございました。今年中に5000いきそうです。あざっす。はい、ってことでね、みんなぜひ登録お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。 I'll see you guys in the next video. Adieu. の星に導かれ巡り合わせた僕ら、たとえ星の定めだろうと、その手に掴んで約束の地を、大地駆け出して蹴り出した瞬間、空に描いた本をぶつせ、そうだって僕だってファンタジスターだろう、僕らそう願うなら、どこの夜に見分けそのう月を飲み込んで君を盗んで世界で溺れる前に仮面は外しないよ、心解き放て崖っぷちならさ壊さなんてまとめてぶっ飛ばして、見入れた新世界信じた仲間とその腕伸ばせ、例えば僕ら夢見た宇宙がそこにあるとするなら、夢の中へ咲かれた世界で未来つなぐ一人背負って、伸びるまっすぐの光は幻かどうしてたちた響く中性生きなくせ戦前悪灰に染まった戦地と共に行くさ、進む最前線正義は自信に託して、暗闇に住まう時がなって